はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さん、ヘビリンだよ、チェキということでございまして、改めましてこんばんは、斉藤ヘビゾーです。今日のですね、斉藤ヘビゾーチャンネルのお時間でございますが、昨日予想を立てた、大相撲秋場所初日のですね、予想を立てた反省会と、そして明日2日目のですね、またインチキ予想をですね、立ててみたいなと思っております。それではですね、今日のちょっと反省会からいきましょうね。例の日大トリオですね、日大トリオ、3つ立てたうち、2つ合っていましたけど、1つ外れてしまった。ね、岩崎弟くんが碧山に勝っちゃってたっていうことでですね、これ一体どういうことなのかなというふうに、これも、後での考察になりますけどもね、阿鼻子君と岩崎兄君が負けたとなりますと、この2つ負けた分はこっちの1つに転んで起きるのかなと、星の回し打ちということになるわけですね。特に輝き君ですか、輝き君が随分お星をキラキラしているのかなというふうに考察を重ねます。さあ、それでですね、なんとか大関が大変なことになってましたね。70万ですっかりね、僕ね、買い取ったと思ったらですね、北勝富士君ね、やっぱり八角部屋の谷町強いんですね。桜コマース、お挑戦が強いわけですから、やっぱ山田監督も力で押し切れなかったってことですね。お挑戦パワーがですね、もうやっぱり佐藤君のですね、首を見事に痛めつけてしまったということでですね、北勝富士君がですね、勝っちゃったということで、あら、どうしましょうというふうに私も考えてますね。それでですね、正代君ね、なんと甥っ子ちゃんが朝青龍のお金でもってしてですね、勝っちゃったってことですね。これはですね、今までの買い取りが言うこと聞かなくなってますね。見てください。北勝富士君の谷町はどこですか？桜コマースモランボンね、完全なお挑戦パワーね。で、豊昇龍君の谷町はっていうか、お金出してる人はお兄さんで、おじさまですね。おじさま今日本に来てますね。なんだか佐賀県に行ってお米の輸入だか輸出だか輸入をしたいとかっていうのがとんでもないことを言い出したって、もう日本の食料危機も減ったくれもあったもんじゃないということでですね、もう完全に日本をお金にしようとしているですね、この利権に群がる人たちがですね、この相撲をですね、もう宣伝材料に使ってですね、もうガンガン攻め立ててきているということで、もう日本のですね、お相撲の谷町がですね、もう叶わなくなっちゃったということでですね、お金に押しつぶされて日本の関取負けてますよということになっています。ただこの最後のね、モビルスーツのテルちゃんと一ノ城くんの取り組みはあれでしたね。テルちゃんが 100万円ですか、100万円で勝ちましたということで、石浦校長と池口恵寛さんがですね、お金をしっかり出してますということで、ありました。それでですね、今日はちょっとお恥ずかしながらですね、合計20番あるうち、8番しかあったので、4割ってことで、3年ぶりぐらいですね、こんなに的中率が低かったのは。ただですね、日大力士は、6番あったうち4番負けて当たってましたね。66.6% ということで、日大のお相撲さんがですね、これだけ勝てなくなったのはどうしてなのとなると、やっぱり田中理事長先生がいろいろと問題あるのかなというふうに考えました。さあ、それではですね、初日の反省会を含めてですね、本当にもしお客様の中で間違えて相撲賭博にお金をかけてですね、今暴力団から大変な取り立てを食らってるぞ、斉藤先生どうしてくれるんだと言われてもですね、私は別にですね、ヤクザと関わって何ですか、相撲賭博をやりなさいとね、率先しているわけじゃありませんからね、私に責任は持ってこないようにね、間違えてもですね、これ聞いて笑うだけなんですよ。当たるも発見、当たらぬも発見ね、これ笑うどこだけですからね。ヤクザにお金かけちゃダメですよ、相撲賭博は違法賭博ですからね、気をつけましょうね。ということで、さあ次のコーナーに行きましょうね。2日目の予告に入る、予想に入ります。はい、どうぞということになっておりましてですね、随分仕掛けがですね、もう本当にこうなんですか、クラシックなですね、古いやり方でございまして大変恐縮でございます。さあ、明日のですね、取り組み2日目のですね、ピックアップ5番ということでやってみました。はい、上のですね、海星ちゃんと剣翔くん、碧山くんと秀ノ海くん、千代大龍くんと翔猿ちゃん、ね、
玉鷲くんに千代翔馬くんに甥っ子ちゃんにモビルスーツのテルちゃんというのがですね、この2日目のピックアップ5番東西5番張りということになっているわけでございますけども、まあ、ちょっとこの予想はですね、海星くんと剣翔くん、海星くんはモンゴル五女会友綱部屋というふうになっていますね。友綱部屋の今の親方は誰ですか？元関脇極天宝ちゃん。極天宝ちゃんは親王朝が今バレてますよ。大丈夫ですか？バレますよ今。ここ数日、ここ来週あたりで極天宝ちゃん親王朝バレますからね。いいですか？暴露されますよどっかで。ということでございましてですね、まあモンゴル五女会に入っていますけど、モンゴル五女会に日大五女会なんか関係あるの？関係ないんじゃないの？ってなりますけども、日大の田中理事長ちゃんは水戸龍君というモンゴルのね親王朝力士を今重量に抱えてますね。でまあそういうのがですね、やっぱりもう日大っていうのはもう何でもありなんです。お金になれば何でもいいぞってことでですね、もうここのおつながりもあるということで、ただですね、こうなりますと明日どうなるかというですね、今一応剣翔君昨日負けちゃってますね。で明日はですね、これね0勝1敗同士なんでございます。さあどうするかとなりますとですね、これ番付が下の方がとりあえずお星様キラキラをする方な形になっていますので、まあ、そういう結果になるのかなというふうにお客さん見ていていただいたらと思います。さあその次ですね、碧山くんに秀の海ちゃん、ね、これも碧山くんもですねモンゴル五条会栃ノ心のお友達ということでございますね。でこれもですね、なんと0勝1敗同士なんですよ。まあ変なとこばっかり当ててくるなって、審判部も親王朝がバレたら困るから、まあいろいろと難しいことやってくるということでございまして、ただ結局ですね、これはあれでございます。明日はですね、日大がもうこの時点で金欠をエンプティしてますので、ね、明日碧山くんが勝つことになってます。さあその次ですね、千代大龍くんと翔猿ちゃん、ね、明月院くんに岩崎の弟くんということでですね、日大対日体大ということでですね、一体何をやりかすのかお前たちということになっておりますけども、ここもですね、もう金欠状態でですね、昨日翔猿くん勝ってんですよ。今日じゃない今日ね。今日翔猿君勝って1勝0敗勝利、同じ1勝0敗同士なんですけど、これはとりあえずですね、3日目の お星をですね、分割するという形で、先にですね、明月院君が勝ってですね、2勝にして、翔猿君が1勝1敗にして、この3人でお星の分配を分け合うという形にします。これは暗分と言いますね。要は数学というか暗分と言いますね。暗分法と言います。そういう形を取っているんだと思います。さあここからちょっとね、いよいよモンゴル五次会、この2つ思いっきりモンゴルしてますよということですね。玉鷲くんと千代翔馬くん、これ思いっきりモンゴル五次会してますね。モンゴル親穂町五次会ということで、どうなるのかなというふうに見てますとね、これはもうね、やっぱり先輩後輩相通ずということで、一勝零敗に0勝1敗なんですけども、まあ普通の見方であればですね、まあ、こちらを勝たして1勝1敗にして星合わせという形にすると思うんですが、どうも玉鷲くんはですね、今日本に帰化してですね、今後片尾波を継承するって話になってるんですよ。片尾波を将来継承するという形なんで、今とりあえずもうやっぱりお金が必要だということで、一つでも勝たなきゃならないとなってるのかなと思ってますね。千代翔馬くんはどうもですね、帰化しないみたいです、モンゴルに帰っちゃうみたいで、とりあえずお金が必要だということですね、そんなにもう力士生活長く取れるわけじゃないっていうんで、まあ、お金が欲しいということで、明日お金もらってとりあえず負けとこうかなというふうになっていますね。で、明日の結びの一番、甥っ子ちゃんとてるちゃん、これどうなるかっていうですね、これもてるちゃんはですね、本当はね、甥っ子ちゃんがですね、やっぱり朝青龍くんおじさんについてますから、お金いっぱい出してもらって相手やっつけるのは簡単なんですけども、なぜでてるちゃんもですね、石浦校長、池口恵寛先生とかですね、もう世耕理事長とかですね、いろんなやっぱりもうね、お金出してくれる方がたくさんいますし、この人本当に勝たないとまずいと。で朝青龍くんもですね、まあ、モンゴル政府に気遣いをすればですね、てるちゃんにとりあえず優勝させて、まあ、自分の甥っ子は今すぐ優勝させなくても、まあ、後々優勝させられるわという形でですね、まあ、てるちゃんを優勝させるには、まあ後方支援するしかないのかなと。甥っ子使って後方支援して、とりあえず甥っ子一回転ばして、まあ序盤あまりてるちゃんにねガタガタにさせないようにすれば、まあ150万ぐらい甥っ子にもらっておけばですね、まあ昨日というか正代君に使ったお金をですね、まあ回収できるのかなと。
ある程度やっぱり勝つっていうのは必要なこと、まあ、その代わり適当に自分のこの同胞にはですね、同胞のテルちゃん、同胞の後輩のテルちゃんには負けといてやると。で、甥っ子ちゃんも、まあ、先輩のテルちゃんにですね、貸しを作れるという将来のね、あの展望を考えると、ここは一つですね、まあ、負けといた方が、150万ぐらいもらって負けといた方がいいんじゃないのという形になっています。まあ、これが当たるか当たらないか分かりません。多分ここのテルちゃんは間違いなく、あの今場所優勝しますからね。まあ、間違い、あの14勝1敗とか、まあ、最低でも13勝ラインぐらいで優勝すると思いますよ。うん、間違えて2つガチンコぐらいで負けちゃうかもしれませんけど、あと残りの13番は間違いなく大星さん、まあ、キラキラでテルちゃん買いますから。ただこの分ですね、テルちゃんが勝つ分ですよ、自分の部屋にいる照強くんとか宝富士くんとかっていうのはもうガン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 転ばなきゃなりませんね。これは照強くんなんかは大変なんじゃないかな、結構転ばなきゃならないから、うん、と思っております。ということで明日のですね、秋場所2日目のですね、幕内の取り組みですか、ちょっと見ておきましょうか。千代丸くんに天空海くん、天空海くん重量ですけども、まあ、千代丸くんが打ち返して勝っちゃうと、一山本くんに千代の国、星の打ち返して一山本くんの勝ち、徳勝龍くんに千代の王くんも、これは星の回し打ち、近畿大理研の星の回し打ちで徳勝龍くんの勝ち、輝きに豊山、星を合わせて輝きの勝ちね。海星君に剣翔君はとりあえず兄の岩崎お兄さんの星が回ってくるということで剣翔君が勝っちゃうでしょうと。遠藤君と栃ノ心君は3月の星の生産があるために栃ノ心君の勝ち。琴恵光君と妙義龍君は星を合わせて琴恵光君の勝ち。碧山君と秀ノ海君は碧山君の勝ちですね。千代大龍君と翔猿君は、はい、今説明したように千代大龍君の勝ちですね。島の海君と沖の海君、これは星を合わせて、星合わせて島の海君の勝ち。はい、浦君と照強君は協会の指導の下で浦君の勝ち。はい、大野翔君と宝富士君は、宝富士君は照ちゃんの分転ばなきゃいけないので大野翔君、咲ちゃんの勝ち。玉鷲くんと千代翔馬くん、これなぜか玉鷲くんが勝つという計算になってるんですね、不思議ですね。はい、ここも日大変えますよ。大栄翔くんと琴ノ若くん、はい、これ埼玉栄の山田監督が絡んで星を合わせるんで、とりあえずは息子の勝ちかなというふうに見ています。若隆景くんと一ノ城くん、これね、もう本当モンゴル五所会で脅しますんで若隆景くんの勝ち。はい、御嶽ちゃんと北斗ちゃんですけども、これはもうお金が絡んでいますけども、御嶽くんは将来のことがありますんで、勝たなきゃならない御嶽くんの勝ち。隆の勝くんと明生くん、朝青龍くんがお金いっぱい出してくれたんで、明生くんが勝ちます。正代くんと高安は、なんとなく正代くんの勝ち。はい、霧馬山と貴景勝が、これ本当お金出さないとまずいというので貴景勝勝つと思います。はい、でもしですね、明日貴景勝が首痛めて負けたらこれ多分休むと思いますよ。私今ちらっと電話で聞いてますけども、貴景勝はあんまり首良くないんだそうです、本当に。ですから明日負けると休むだろうって言われてますね。で、甥っ子ちゃんとてるちゃんは150万でてるちゃんの勝ちというふうになっております。さ、ですね、まあ、こういう予想が立ってます。多分ですね、僕ですね、今場所はね、そんなにちょっとね、当たらなくなると思います。白鵬ちゃんがいないから、白鵬ちゃんがこうお金を染み渡らせないんで、結構支度部屋で首を横に振られるんだそうですね。やってくれ、嫌だっていう形で、ちょっとね、みんな言うこと聞かなくなってきてる。まあ、お金が回らなくなるとこういうことになるんですね、相撲協会ちゃんね。まあ、いろんな形でですね、親王朝がもう頻繁化してますけど、その親王朝が台本通りの親王朝にならなくなってきている。要は簡単に言いますとね、みんな好き勝手にやり始めたということになります。さあ、最後どうなるかというと、やらかしたやつは多分大変なことになると思います。ただ結論を申し上げますとですね、てるちゃん
モビルスーツのテルちゃんが優勝して、お金は優勝した賞金だとかいろんなその副賞とかね、そういう部分のお金は全部モンゴルに送金される。まあその土地で 何かしらの銀行が通って、あのマネーロンダリングされるんですよ。マネーロンダリングされて、モンゴルに渡り、そのお金が北朝鮮に渡ってったりですね、いろんな形になって、あの日本のお金があちらの方にですね、隅々に渡っていくというですね、そういうことを見ていて、こんな団体を公益財団法人にしといていいのというふうにお客様考える時なんじゃないでしょうか、という形を私はお話をさせていただきたいと思います。さあ、それではですね、さあお客様、さあ今日はちょっとですね、私時間がありませんので、ちょっとお客様のご挨拶は割愛させていただきますが、まあサイト当たらないというかですね、まあ、こういう形でございます、まあ、できれば当たるようにですね、一生懸命取材を重ねていきますが、私もですね、あの普段学校のお仕事があるもんですからね、そんなに相撲ばっかり見てらんないんですね。相撲ばっかり関わってるわけにいきませんで、ちょっとご了承ください。まあ、聞いてきた話、聞いた耳に入った話はきちんと報告させていただきます。ということでございまして、エンディングですね。花田勝氏がやっぱり買ってやってる親をちょということでございまして、それでは皆様、私が殺されなければお会いいたしましょう。はい、さようなら。